オペラの漫画。私はかなで、お金持ちの集まるソプラノ学園に通う女子高生です。私がソプラノ学園に通う理由はただ一つ、超貧乏な家を助けるために玉の輿に乗りたいから。かなでの貧乏生活については過去の貧乏少女シリーズを見てくれプニー。春は一番過ごしやすくていいな。ポカポカして暖かいし、冷房も暖房もいらないから家計も助かるし、洗濯物も乾きやすいし、食べられる雑草も多いからほんと助かるな。ねえ、さっき職員室で先生が話してるの聞いたんだけど、うちのクラスに転校生が来るんだって。男子？女子？女子らしいよ。転校生か、どんな子だろう。仲良くなれたらいいな。はい、みんな注目、転校生を紹介するぞ。このクラスに転校してきたマミです。男子は70点、60点、78点、ギリ9大点って感じ。それに比べて女子ってば、可愛くない子ばっかりじゃない。まあ私より可愛い子なんてめったにいないんだけどね。余裕そう。マミのことはマミリンって呼んでね。可愛い子がいないクラスにマミリンみたいな可愛い子が来て嬉しいでしょ。なんなのあれ、クラスに可愛い子がいないとか。自分がどれだけ可愛いと思ってるわけ。マミちゃんか、なんだかすごく個性的で楽しい子だな。私の席は、あ、ここなんだ。どうせなら男子の隣が良かったんだけどな。残念。マミリンちゃんだよね。そうだけど。私は隣の席の奏だよ。これからよろしくね、マミリンちゃん。わからないことがあったら何でも聞いてね。何この子ってば、いきなりなれなれしげに。それにくったくたのトートバッグなんか持っちゃってダッサい。点数で言うと10点ってとこ。そっか、可愛い私に憧れて声をかけてきたわけね。仕方ないからマミリンがよろしくしてあげるね。え、うん、休み時間。なんなのあの転校生。転校生ってマミリンちゃんのこと。あの子以外に誰がいるっていうの。聞いてよあの子ってば。あー、それプーニの新作のリップだよね。そうだけど。リップは可愛いんだけど、なんだか似合ってないっていうか、マミリンくらいに可愛いと何色でも似合っちゃうんだけどね。あ、私もあの子にムカつくこと言われた。さっきの休み時間にスマホ触ってたんだけどさ。あれ、誰かにメールしてるの？もしかして彼氏？え、いや、他校の友達にだけど。やっぱりそうだよね、見た感じ彼氏いなさそうだし。私みたいに可愛いと言い寄ってくる男がいっぱいいて、断るのも大変なの。なあ、思い出してもムカつく。ほんと何なのあれ。二人とも落ち着いて、お腹が空いてるから余計に腹が立つんじゃないかな。それにお母さんが言ってたよ、減った腹は戦では膨れぬって。腹が減っては戦はできぬぷに。かなではマミに腹が立たないの？そうよ、しかも隣の席でしょ？大丈夫なの？教科書を貸すのがトロいとか、筆箱がダサいとか言われるけど、特に何もないし、大丈夫かな？いや、全然大丈夫じゃないからそれ！我慢する必要はないのよ、かなで。そうよ、なんだったら先生に話して席変えてもらった方がいいんじゃない？心配してくれてありがとう。でも大丈夫だから。聞こえてんだっつーの。自分の方が私よりも可愛いと思って余裕ぶっちゃって。あんなのいる私の方が絶対に可愛いんだからね。疲れた。なんだかすごくマミリンちゃんに絡まれた気がするんだけど。あんたトロいのよ。ほんと気が利かないんだから。ごめん。私マミリンちゃんに何かしちゃったかな。今日もかっこいい。歩いてるだけで素敵。この歓声はもしかしてソプラノ少年団。ソプラノ少年団、それは御曹司4人組からなる学園のアイドル。お金もあるし見た目も抜群。どんな時でも素敵すぎる王子様ランキング第1位。ソプラノ少年団のリーダーアルト君。俺様はいつどんな時でもイケメンに決まってんだろ。上から目線な俺様御曹司。大丈夫？辛いなら保健室に連れて行ってあげようか。
穏やかな王子様系イケメンの成田くん。疲れた顔してるけどちゃんと寝てるか。こわもてだけど実は優しい海里くん。うちの最高級ベッドなら毎日2時間睡眠でも余裕だけどね。ダメだよちゃんと寝ないと。お金大好きキングオブマネーカジノくん。何そんな神器臭い顔してんだよ。神器臭いなんて言わないでよ。素直に心配だって言えばいいのに。そんなんじゃねえよ。やっぱり家事と学業の両立は疲れるんじゃないのか。そうなんだ。まあうちは執事やメイドに全部任せてるけどね。お金持ちの家ってすごいんだね。何よ、金でだけイケメンにチヤホヤされて。私の方があんなのよりも可愛いのに。いいな、それ奏も似たトートバッグ持ってたな。え、私のこと可愛いって言ってくれた。アルト様なんて素敵な人なの。かっこよくて素敵なアルト様の隣こそ私の居場所にふさわしいわ。これはもう運命よ。そう、私とアルト様は出会うべくして出会ったんだわ。アルト様と結ばれるのは可愛いこの私よ。奏なんかに絶対に負けない。私絶対に空手なんかに負けないもんね。あの、負けないって何のこと。勝つのは可愛いこの私なんだから。マミリンちゃん急にどうしたんだろう。なんだかよくわからないけど頑張ってね。おはようございますアルト様。おう、アルト様のクールなところかっこいい。ツンデレ。ツンデレ、簡単に言うとアルトみたいな人のことかな。アルト様、一緒にお弁当食べましょう。私腕によりをかけてお弁当作ってきたんです。いらない、うちのシェフが作ってくれた弁当があるし。そういうテレ屋さんなところも素敵。無駄に高級な食材を使った弁当だな。 VIP ルーム。はぁ、今日はなんかどっと疲れ。アルト様、せっかくですから放課後デートしましょうよ。え、なんでここまで。セキュリティの見直しが必要かな。いいデータが取れたんよ。翌日プンに。アルト君、その疲れてるみたいだけど大丈夫。ああ、ちょっとしつこく追いかけ回されてるせいだな。まあ俺様はイケメンだから仕方ないな。あんなに疲れてるアルト君初めて見るし、さすがに心配だな。今日こそ私の手作りお弁当アルト様に食べてもらうんだから。そうだ、あんしてあげたら食べてくれるかしら。あれあれ、マミリンちゃん。何よ、私はアルト様のところに行くのに忙しいんだから。そのことなんだけど、アルト君ちょっと疲れてるみたいだし、ゆっくりさせてあげるのはどうかな。何それ、私といたら疲れるってこと。彼女でも何でもないくせに調子に乗りすぎじゃない。違うよ、そういうことじゃなくてね。あんたはアルト様に近づかないでよ。さもないとパパに言いつけて学校に入れなくしてやる。パパはこの学園にいっぱい寄付してるの。あんたを退学させるくらい簡単にできるんだからね。そんなことされたら玉の腰への道が閉ざされちゃう。分かった、マミリンちゃんの言う通りにするから。ふふん、分かればいいのよ、分かれば。じゃあ私はアルト様のところに行かなきゃだから。アルト様。それから私はアルト君のことを避けるようになった。あ、おい奏。アルト君大丈夫かな。少しは元気になってたらいいんだけど。くそ、奏のやつ、なんで俺のことを避けるんだよ。少年団の他のやつらとは普通に接してるくせに。はあ、アルト君のことずっと避けてるけど、マミリンちゃんは相変わらずだし。奏ちゃん大丈夫？何か困ったことがあるならいつでも頼ってくれていいんだよ。心配してくれてありがとう成田君。でも私は大丈夫だよ。周りのやつを頼ることも大事だぞ。さあさあ、奏ちゃんなら特別にタダで助けてあげてもいいよ。カジノ君のタダでっていうのはちょっと怖いかな。でもカイリ君もカジノ君も心配してくれてありがとう。一方その頃。ねえアルト様、せっかく二人きりなんだしおしゃべりしましょうよ。そういう気分じゃない。可愛い私がこんなにアピールしてるのに振り向かないなんて、これも全部奏のせいよ。
どうにか巻いてこれたぜ。いい加減しつこすぎるんだよあいつ。あれだけしつこいのも珍しいよね。これからどうするの？まさかこのままってわけじゃないよね。お前たちに頼みがあるんだ。あいつのことを調べるのを手伝ってほしい。もちろんだ。ナルトがそんな風に頼み事をするなんて珍しいよね。それもかなでちゃんのためかな。うるせえよ。とにかく俺様に協力しろ。もちろんいいよ。任せといてよ。なんだか面白い情報がいっぱい出てきそうだよね。かなでの自宅。今日もアルト君のこと避けちゃった。でも退学は困るし。どうしたのかなで、ため息なんかついて。お母さん、実はね、ガクガクしかじかソプソプラノラノ。いいことかなで、悩んだってどうしようもないの。そういう時は動くのよ。動かないと特売品だって他の人に取られてゲットできないんだから。なるほど、そうだよね。そうよ、自分で動いてこそ玉の輿をゲットできるんだから頑張りなさい。ありがとうお母さん。私頑張って動いてみるよ。翌日。動いてみるって言ったけど、どうすればいいんだろう。あー、危ねえ。まったく、何もないところで転ぶとか。お前本当にどんくさいな。ありがとう、助けてくれて。別にこれくらいどうってことない。そうだった、アルト君避けなきゃ退学になっちゃう。ごめんアルト君、助けてくれてありがとう。それじゃあ。は？おい、なんだよ、やっとまともに話せたってのに。何よさっきのあれは。アルト様、私の前ではあんな顔絶対見せたりしないのに。かなでのやつ絶対に許さないんだから。あ、おはようマミリンちゃん。可愛くもないくせに気安く私の名前を呼んでるんじゃないわよ。ごめんね、マミリンちゃん機嫌が悪かったのかな。そういう時ってあるよね。ねえ、私の代わりに日直やってくれるわよね。私あんたと違って重いもの持てない。でも今日はマミリンちゃんが当番だし。ちょっといい加減にしなさいよ。かなでが何したっていうの。朝からずっとかなでにひどいことばっかりして、本当にありえないんだけど。はあ、これだからあなたたちみたいな人って嫌だわ。何よそれ、どういうこと。無駄に群れて可愛い子を攻撃することしかできないじゃない。嫉妬なんて醜いだけなのに。はあ、誰がいつあんたなんかに嫉妬したっていうの。二人とも私は大丈夫だよ、気にしてないから。何よ言いかぶっちゃって。ん、あのトートバッグよく見たら私と同じじゃない。私の真似をしてるんじゃないわ。いや、何するの、返してよ。そのトートバッグはお気に入りで前から使ってるんだから。嘘よ、私がアルト様と一緒にいるから羨ましくて嫉妬して真似したんでしょ。そんなこと私してないよ。カナデは前からそのトートバッグを持っていたぞ。アルト様、そんなことないですよ。カナデが私の真似をしてって。じゃあ徹底的に調べてみようか。そうだな、白黒はっきりつけるのがいい。学内カメラのデータならバッチリあるよ。私ってばうっかりしてたみたい。勘違いしてごめんね。ありがとうアルト君、誤解を解いてくれて。別に、お前が前からそのトートバッグ持ってたの見てたから。前から見てたって、このトートバッグ学園に入学した時からずっと使ってるんだよ。だから前から見てたって言ってんだろ。前の学校で私は好きな人に思わせぶりな態度を取られ、告白したのに振られ、友人が付き合った。かわいいね。はあ、お前なんかと付き合えないから。ごめん、私彼と付き合ってるの。絶対に許せない。今度こそ私より可愛くない子になんか取られないんだから。どうやって奏に思い知らせてやろうかしら。誰は、プーニーテレビ。せっかくのドラマならこの学園一の子を出演させたいな。うそ、プーニーテレビのドラマといえば高視聴率の有名作品ばっかりじゃない。ドラマに出れば有名になること間違いなしって言われてるじゃない。ドラマに出れば毎年ソプラノ学園が表紙を飾る学生雑誌の表紙になれて、有名人街道まっしぐらで私の可愛さを全国に知らしめることができる。そうすればアルト様も私に振り向いてくれるはず。
ってことだから、かなでって子にオファーしたんだけど。なんですって？許せない。ヒロインはこの私よ。自分こそが学園一です。だから私をヒロインにしてください。君は一体？学園一の美少女マミです。ヒロインにふさわしいのはこの私です。君面白いね。うん、君の方が向いてるかもしれない。わかった、君で行こう。やったわ。これでアルト様も振り向いてくれるわ。なんなら学生結婚もしちゃったりして。ねえ、あんたドラマのオファー来たんでしょ？断りなさいよね。どうしてマミリンちゃんがその話を知ってるの？私誰にも言ってないのに。そんなことどうでもいいじゃない。それで断るの？どうなの？でも一度受けたことを断るのは。かなではドラマに出るような器じゃないでしょ。私の方がずっと可愛いし、アルト様だって心の中ではそう思ってるに決まってるわ。あなたみたいな勘違い女にまとわりつかれてアルト様がかわいそうだと思わない？確かに私はアルト君に迷惑をかけてばっかりだし。わかった、オファーは断るね。そしてドラマの撮影は始まった。お前がヒロインなんだってな。せいぜい頑張れよ。アルト様が応援してくれている。やっぱりヒロインにふさわしいのはこの私よね。うん、私頑張るね。じゃあこっちでメイクしますね。これで誰もが認める学年一の美少女は私よ。台本のチェックをお願いしても？必要ないわ。席に座って鏡を見るだけでしょ。私ってば可愛いからそれだけでも絵になるのね。なんというかすごい自信だね。あそこまで行くともはや才能だよね。まああんな才能お金を出されても欲しくないけど。マミちゃんキラキラしているな。ちょっと羨ましいかも。でもここにいても撮影の邪魔になるし帰ろう。ちょっと待って、君やっぱりエキストラでいいから出演してくれないかな。いやでも私なんかはやっぱりそういうの無理ですから。なんかじゃねえよ。俺様が気に入ってるお前のことはお前自身がバカにするな。アルト君、やりたいのかやりたくないのか。俺はお前が決めた道を応援してやる。だから自信を持て。私の本当の気持ち。準備はいいかな。じゃあよーい、アクション。今日も私ってばすごく可愛い。わあ！ちょっと何これ、パイまみれじゃない。カート君どういうことなの？どうって言われても、顔にパイをぶつけられるドッキリ役って説明したし、台本にも書いてるけど、もしかして台本読んでなかったの？ちょ、見てよあれ、勘違い女がパイまみれになってる。マジウケなんだけど、全然ヒロイン役じゃねえじゃん。こいつもこいつも笑ってんじゃないわよ。それに勘違い女って何よ。そのままの意味だと思うけど、まだ気づかないなんて。何のために鏡を見てるんだろうな。なんだかパイがもったいないよね。そんな成田様たちまでどうしてそんなひどいことを言うの。俺様たちのネットワークでお前のことを調べさせてもらったぞ。お前前にいた学校でも勘違い女として有名だったそうじゃないか。勘違い女って？前の学校でも勝手にライバル視した女子への言動で問題を起こしてうちに転校してきたんだよ。勘違いなんてしてないわよ。だって男子は私を可愛いって言ってくれたし、彼は私を振って友達と付き合ったのが悪いんだから。可愛いって言ったのはお前の持ち物に対してのことだ。お前が彼って言ってるやつはそもそも付き合ってなくて、お前が勝手につきまとっていただけだろ。全部本人に会って確かめてきた。勘違いしてるのはお前の方だ。そんな違うもん。勘違いしてるのはみんなの方だもん。心も顔も醜いなんて本当に救いようがないなお前。あれから数日、周囲から見放されたマミリンちゃんはいつの間にかいなくなっていた。噂によると韓国の学校に転校したらしい。アルト君ごめんね。ずっとアルト君のこと避けてて。お前に避けられてショックだった。お前がいないとつまらないんだよ。お前はそうやって俺様のそばにいればいいんだ。またそうやってからかうんだから。実は私は
あの後監督と連絡先を交換した。今後 CM の撮影があって、それに出てくれないかって。買い投げじゃないちゃんとしたやつだってさ。自分の気持ちももちろん大切だけど、相手のことを思いやる気持ちも大切にしたいよね。カジノだよ。成田です。動画を最後まで見てくれてセンキュー。学園で一番可愛い子にパイぶつけたいなんて、あの監督も変わったことするよね。まあマミリンちゃんの立候補でコンセプトは変わったみたいだけどね。成田って結構毒舌だよね。そうかな。怖い怖い。よかったらみんなも動画の感想をコメント欄で教えてね。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくね。バイ、センキュー。それじゃ、今日もソプラノじゃんけんの時間だ。勝ったら明日いいことがあるかも。ソプラノじゃんけん、じゃんけん、ポン。明日も見てくれよな。